ちは。こんにちは。さあ、気になるのが今シーズンオフの FA、 そしてポスティングでメジャー。ああ、はい、気になるところですけれども、いち早く表明した選手も出てきましたね。まず日本ハム、上沢な。はい、上沢投手、まあ、日本でラスト登板になるんじゃないかっていうソフトバンク戦を、はい、まあ、解説で言ってたけどね、うん、本当に行くのかなって思ったけどそれは何を思ってそう思ったんですか。いやいや、いやいやって誰の口癖か知ってる誰ですか。岡田監督だよ。いやいやって言うんですね、うん、もういっぱいあるから。記者の質問に対して、いや今度聞いててみ、監督インタビューで聞いてみ、質問が出たらいやいやって言うから、なんか窃盗で出ちゃうんですね。そうそうそう、まあ噂はな、はい、まあ、頑張ってほしいけども、はい、ソフトバンクのあの球場がね、はい、プロ入り初勝利の場所だったんだって。あ、で日本でラスト登板って言われた最後がやっぱ同じ球場で、はい、両方勝ち投手になったね、うんうん、なんか縁を感じますっていうふうに噂のコメントではあったけども、はい、まあ容認されたからまあどっか行くんだろうね。まあ多分そうでしょうね、うん、なんかね2球団ぐらいに絞られてるっていうふうには聞いたけど。あ、そうなんですね。メジャーのスカウトも2球団は見に来たと。はい、うん、まあ、それで、まあ、席も用意してたんだけどもっていうような話で、はい、まあ、これからまた増えてくるかもわからないけども、うん、大体2球団の中から1つを選ぶんじゃないかって言われてるんだよ、噂投手、うん、でその噂沢投手はメジャーの関係者の話によると、はい、先発4番手5番手あたり で、はい、で年俸は今の2倍相当の2年契約が相場じゃないかというふうにメジャーリーグの関係者は、そう出してくれるんだ、はい、話しているということなんですよね。マイケンの時は厳しかったよね。なんかな、インセンティブは多かったけど基本給っていうのは少なかったイメージがあるんだよ。なんかありましたね。だからまあそれはメディカルチェックでちょっと引っかかった部分があったのかなっていうような気もするんだけども、はい、まあ噂の場合はどうなの、倍出すって。はい、ただまあ4番手5番手、まあ、先発のそういう扱いで2年契約で今の金額の2倍あたりが相場。今でいくらもらってる、今でいくらなんですかね、噂は投資。ああ、はい、まあ奥はもらってると思うけども、はい、そうか、うん、頑張ってほしいけどな。で実はこの評価と同じなのが今永投手で、うん、メジャーの関係者に言うと今永投手もやっぱ4番手5番手で2年契約の今の金額の2倍あたりだ、噂投手と同じ評価っていうところになっているそうです。メジャーリーグ関係者は今永行くかな。え、行かないんですか。分かんない、今年勝てなかったからな、なかなか。ちょっとね、そうですね、まあ、彼のせいだけではないけどね、はい、援護点がなかったとかいろいろあるけども。え、その辺の話って例えば今永投手か何か聞いてたり。いや、ピッチャーとの練習が遠いんだ。遠いか、そうか、うん、だからそれはなかなか話は聞けなかったけども、はい、どうなんだろうね、行くのかな。そもそも WBC に出る前までは今永投手がメジャーっていう話ってあんまりなかったような気がして、あれ勝手に周りが騒ぎ出したんじゃないのかメジャー球団が、本人一言も言ってないでしょ。言ってないですただ誰かの記者にポロッと言ったのかもわからないけど、ポスティングのチャンスがあったら行きますかみたいな、いやいや、まあそうだったらその時に考えますけどって、うん、それがなんか膨らんだだけで、なんかそういう噂も聞いたことあるけどね。いや、僕は何にも言ってないんだけど、なんでその話が一人歩きしてるんですかねっていう話は聞いたことある。じゃあそこの真相はまだはっきりしてない、まあ、はっきりはしてないと思うね。ただメジャー関係者は4番手5番手でその金額をつけるって言ってるってことは、まあ、一応リサーチは向こうはしてるっていう、まあ、その日本人選手の評価をそうやってしてるというだけで、はい、まあ、取れる取れないそういうのは分からないよね、まだね。ああ、そうなんですね。プラスそんな中、高橋光成投手が、はいはい、まあ、ポスティングで行くというふうに濃厚って言われてたのが、行くのか、え、行けなくなっちゃいました。なんで球団がノーと、はい、渡辺 GM がしっかり結果を残しファンも含めたみんなが行ってこいというようになったらって、じゃあいつなんだって話にこっちは聞きたいなんか思わず言いたくなっちゃうんですけど。成績ってさ、はい、今年って確かにその体調を壊して戦列を離れた時はあるけども、はい、でも高橋君なんか1対0でさ、ね、頑張ってマウンド降りた途端にひっくり返されたとかさ、はい、結構な星を落としてるよ。そうですよね、うん、だから成績を残してないっていうことは俺は思わないんだけどさ、うん、高橋光成のあの体のでかさ、うん、あれはやっぱ
ぱメジャーだなー思いますよね。見てて今シーズン23試合に登板して10勝8敗、防御率 2.21 で3年連続4度目の2桁勝利、うん、ただチームが5位に低迷したっていうところで、まあ、それはしょうがないよね、うん、高橋コーナーの責任ではないと思うよ。そうなんですよね。高橋コーナーの成績は14、5勝に相当する投球は俺は見せてくれてたと思う。私打線がそうでしたからね、うん、だからいや彼はメジャーでちょっと見てみたいなっていう一人だね。そうなんですよね。なんか噂はね頑張れっていうような感じ。あ球種とか多彩で組み立てで抑えていくんだろうけども、うん、ちょっと間違ったら、うん、手痛いの食らいそうな、まあ、そんな感じもするし、はい、高橋コーナーって力負けしないと思うんだよ。そうですね、ぐい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 いきそうですけどね。もうあの体ででかい、うん、ゾウさんのようですよね。あと多分精神的にもタフだと思うので、タフタフ、うん、向いてると思うんですけど、ただこの、 その西武の球団の判断について MLB 側も賢明なジャッジとしているって書いてあるんですけど、まあ、その理由を西海岸の球団の関係者が、まあ、今年の FA 市場の最優先事項がまず大谷投手というところで、うん、さらにその次に来るのがオリックスの山本由伸投手のメガ契約なので、そこに埋もれてしまって買い叩かれてしまう可能性があるから、買い叩かれたら行かなきゃいい。そうですよね、ポスティングで、うん、でも多分高橋コーナー投手ってそのやっぱ挑戦したいっていう気持ちの方が強いから。でもこれはあ、そうか、急なここで容認しちゃうと今井とか、うん、平とか、まあ、あ続々といなくなるんじゃないかっていう不安があるんじゃないかなっていうような気がする。 そうか、それはメジャーで活躍できそうなものすごいポテンシャルの持ってるのがたくさんいるから、うん、まあ、高橋コーナーであったり、はい、今井であったり平であったり、うん、これが3人行くってなったら毎年抜けてったら、はい、それは困るよ。まあ、そうですね、うん、チームとしてはまあ困る。もう平なんてやっぱ先発に転向したいっていうのはやっぱ一つメジャーがあるからね、うん、考えの先に、はい、で今井だってあるだろうしさ、はい、まあ、そうなってくるとここで高橋コーナーが来年15勝、うん、例えばしたとしたらこれは OK ですよね。これは OK 行ってきなさいみたいな。でもこれだから一つのポイントが15勝上げなきゃポスティング容認されないっていうふうになっちゃうと、うん、結構みんな頑張るよね。ものすごい選手頑張るよね。だからまあ GM とすればそこが狙いにあるのかなって、応援してないわけではないと思うんだけど、やっぱチーム全体を考えた時にこんなに簡単に出していいのかっていう、チームの成績だとかチームいろんなことがあってもお前の出力、お前の素質からしたら15勝がやっぱり一つのポイントだと、うん、いうことに考えたら今井も15勝できるポテンシャルあるし、はい、平もあるんだよ、うん、だから15勝を一つの目安として設定したかったのかなとは思うけど、ね、そうか。ただそうですね、援護点がなかったりとかそういうのもある。まああるけども、ね、いやだけどそんなんじゃなくて、うん、もっと高いところで高いところで15勝ってことか、うん、だから山本だってあれだけ援護点が、まあ、少ない時があって、はい、それでも投手難関っていうのは取ってくるわけじゃない、うん、だからそのぐらいの素質は彼らも持ち合わせてるから、はい、そういうところで GM が容認しないって言ったのはなんか分かるような気もする。そういう時って選手の気持ちって どんな感じなんですかね。よし、じゃあ15勝やってやるんじゃないか。あ、そっか、だから GM も、渡辺 GM もピッチャー出身だから気持ちは分かるよ、うん、高橋コーナーがそのメジャーに行きたいとかね、うん、そういう気持ちは分かると思うんだよ。ただ GM ってチーム全体を考えなきゃいけないから、はい、そういう答えになったんだと思う。そうですね、チーム事情って考えると、うん、やっぱり今年この5位だった、うん、来年こそが A クラス優勝を狙うっていう時に、うん、高橋コーナー投手の力って必要になってますね。絶対必要だよ、うん、必要だし、そんなね安い金で行くなって、うん、お前にはもっと高い金額を積ませるだけの、うん、素質があるし、まあ、向こう行って活躍すればボンと跳ね上がるんだけどもさ、はい、いやいや、もうとにかく続くから、うん、だからその目安としていい成績残せとまあその方がね、ファンも納得する、納得するし、うん、ってことなんでしょうね。まあ、球団がもう払えないみたいな、お金払えないみたいな、だからポスティングでみたいな。そうそうそう、そうか、だからまあそこまで高橋コーナー
ていうのは頑張ってほしいしね。そうですね、うん、ただその12チームによって球団によってポスティングをどうぞどうぞっていうところと、もうちょっと待ってよっていうところと、いろいろカラーはありますね。まああるな、うん、まあ、新庄監督なんかはさ、まあ、話をした時に来年勝負とか、うん、再来年勝負って言った時に、まあ、ピッチャーが抜けちゃうなって噂とかね、うん、で加藤もひょっとしたら FA でどっか行っちゃうしみたいな、はい、でもそれなんとか止めないとなって言ってたら、いや僕もそうやって海外に挑戦した身ですから、まあ、今更監督になって行かないでくれとは言えないと。いや逆に応援してあげたいと、うん、親心があるんだよね、うん、だからいろいろ球団人によっては考え方違うけども、やっぱり GM の立場っていうのもすごく理解するし、でも高橋コーナーの10勝っていう、いやあなたは15勝できる力あるしね、でもまあ援護点とかね、まあ、そんなことを考えたら今年の働きは14、5勝は行っててもおかしくないとは思うけど、うん、まあだけどそれはちゃんと数字を残せというようなことだと思うよ、はい、だから今永も今年まだ7勝でしょ、はいね、確かにいいピッチングはしてるよ、うん、でもなんか援護点もないし厳しいピッチャーと投げ合ってる。でもその中でもやっぱこう東ぐらいいけるピッチャーだしね、15、6勝、はい、だから今永が行きたいと言ってもやっぱ球団が止めてあげた方が、ね、1年待てと、はい、来年しっかり14、5勝して行ってこいって言ってあげた方がやっぱ親心かなっていうふうには思う。給料叩かれて夢ばっかり追っかけて、うん、先には何もなかったっていうんじゃどうしようもないし。まあ、あとね、本当メガ契約と言われているオリックスの山本由伸投手がまだ表明、ね、もちろんしてないので、うん、まあ、表明したらさあじゃあどうなるっていうことにもなりますけれども、ね、すごいだろうな。これはあの大谷投手の次のメガ契約、この山本由伸投手っていうふうにメジャーの関係者位置づけてるそうなので、まあ、そうだな。いやこれはまたね速報というか追っていきたいですね。まあだから偉いよな、多分そういうことを軽口を叩かないっていうのは、はい、やっぱ先に日本シリーズとかクライマックスファイナルがね、はい、待ってるから迷惑かけないように言ってないのかもわからないけども、うん、はい、そこら辺も彼は紳士だな。いや本当そう思います。ああ、うん、クレバーだし。ああ、はい、だからまあメジャー行くっていうのがもう通例になってるけども、うん、行った選手はねやっぱ応援したいしな、はい、まあ、日本人としてね、うん、頑張っておいでみたいな、うん、そんなんで送り出したいし、うん、ね、はい、まあそういうことです。最後、尻すぼみみたいな。何、そういうことで。そういうことで。そうですね。ね、なので、まあ山本由伸投手、はい、表明したらまたこの動画でやりましょう。もちろんだよ。もちろん。もちろん。もちろんですね。はい。